まあ、ユーザーといえば協力ということで、うん、本日は、はいはいはい、ちょっと話題になってた、糸という、うん、ゲームですね。なんか、バラエティ番組とかでも芸人さんとかがね、やってたりするゲームなんですけど、そちらをちょっとこの6名でやっていこうかなと。初めて見る方、ルール知らない方とかもいると思うんで、こちら、糸のルールですね。各プレイヤーには、他のプレイヤーがわからない形で、1から100のランダムの数字が配られます。その配られたプレイヤーはお題がありまして、まあ、例えば家電みたいな。お題があって、うん、自分の数字、まあ、例えば50っていう数字だったら、家電の50だったら、まあ、大体まあ扇風機とか、なんかそんぐらいかな、みたいなことをこう言って、で、他の人も、まあ、じゃあ洗濯機とか、冷蔵庫とかって言ったりして、これ多分俺より上だな、とか、まあ下だな、とか、みたいな感じで、ちょっと全員の価値観をすり合わせていって、数字を小さい順番から並べていって、クリアを目指すという。だから協力ゲームです。誰かを落とし入れるとかそういうことではないんで、はい、その認識を、うん、みんなの認識を合わせていく、はい、合わせていくと。なるほど。まあその中でちょっとなんか数字それなのになんか価値観がだいぶずれたことを言ったりとか、まあうん、僕今50で扇風機出てきたのに、50で扇風機おかしい。いや扇風機20ぐらいじゃないですか。25、そう25とか、まあ、よくて20、いや25、うん、マジか。そう、エアコンなら50でも、エアコンだって80ぐらい、もっと上じゃない？エアコンは80ぐらいあるか、うん、なかったらもう終わるやろあれっていうゲームですね。そうという感じですでこれ一人こういう風にずれてると、はいはい、数字がとか小さいから並べるのがおかしいことになってくるんで、はいまあ、その辺をねちょっと楽しんでいただければなと、うん、はい。では1個目のお題はこちらです。出た。硬いもの。硬いもの、はい。じゃあ俺いいですか。はいはい。え人間です。どの部位ですか。人間ぐらいの方。え、その皮膚ってことですか。いや皮膚っていうかもうだから分かんないでしょ。まず人間を硬いなって思わないよね、まあ、普通は、うん、頭長いことは硬い。でも柔らかいとも思わないでしょ。あだからそんな硬くない。だから俺が言いたいことはそういうことなんです。あなるほど。作って人間ぐらいの硬さ作ってくれたっていう。そうそうそう。じゃあ藤村あいつか。はいはい。ガム。え、でもこれはそのいやもうどの状態の。そうどのガム、うん、噛む前は硬いし噛んだら柔らかくなるし噛んだえむずいな。だって噛む前は硬いやんガムって結構。うん、そんな硬くないですよ。まあ、噛めるっていう、まあ、噛めるからダメとかよりは柔らかい。で柔らかいよね。柔らかいってことを言いたいよね。だね。あ、うん、飴じゃないよね。飴はだって硬い。飴は硬いもんね。ガムは確かに。だいぶした。まあ人間よりは柔らかいわな。人間よりは柔らかい。それはもうさすがにそうだと思う。っていうの、そうガムは柔らかいものやけどね、むしろ。あ、だから柔らかい。うん、そうだね。うん。だから硬くはないよね、全然。柔らかいね。だから結構柔らかいよ。でもそんなもっと柔らかいものはでも世の中いくらでもあるから、うん、そこそこ柔らかいっていう感じがするよね。なんぼでももっと柔らかいものあるからね、まあ、ガムより、まあ、まあとりあえず柔らかいっていうかあんま硬くないっていうことあんまり硬くないものやし、ね、相対さんのちょい下ぐらいです。そうやね。人間よりは下。そう人間よりは下よね、うん、じゃあ僕いいっすか。はい。おああこれはもうダイヤモンド。これはまあ象徴的な一番上よね。ちょっとベタですが、うん、ああまあじゃあ、はい、今のところの順番は結構まあもう割とまあそうですね、うん、順番は簡単多分みんな共通してるよね、うん、認識的にはいいですね。ダイヤモンド人間ガムダイヤモンドね多分。いやー難しい急に難かったこの残りの3人のこの読み合いがちょっと難しい。そうね残り3人いや全然これあれですからね答え出しても途中で変えていいんで、うん、全然周り見てそう周り見てあれこれなんか俺より高そうだなって思ったらでこのままやとその、まあ、一番の下の人から当てていくと思うねんけどこのままだとガムになっちゃう、うん、そうねガムけどそれはいいんかってことだね、うん、まず、うん、ちょっとじゃあ俺言っていいですか。はい、うん、あ、はい、俺はこれ瓶ですね。瓶か瓶は人間より硬いよね。あ人間より硬いと思うんですよね、うんうん、じゃあダイヤモンド人間の間やな。ダイヤモンドよりは割ろうと思ったら割れるじゃないですか、うんうん、あまあ硬いね。まあ人間よりは硬いかなぐらいの。いやだいぶいいですね。ファインプレスそれは全く何も喋ってないやつ。いやそうお前助かりました。何の基準にもなってない。いやでもここで大谷が締めてくれるかもしれないですよ。そうだね。まあ今はだいぶ今分かりやすい感じで、ね、そうやね。そこまでこう近い感じもなく、うん、うん、どっちなんだろうっていうのはないよね、うん、ないですね。
うん、結構やっぱね数字が近いところが固まると、うん、難易度上がるから、うん、そうそうそう分かる分かるだったけど、割と今はばらけてそう、ばらけてるねちゃんと、うん、この段階やったらまあほぼ間違いなく正解、うん、そうやね、いけそうな流れよ ね、うん、いやじゃあ僕もちょっとこの流れに乗って、うん、ポエス、あーあー、ペットボトルどっちがこれ硬い、いやこれはだって瓶を見てのペットボトルですよね、って考えると人間より硬いってことか、えでも人間よりは柔らかい、人間のは硬くないですか、あでも確かにね瓶とペットボトルの間に人間がいる可能性が、ミスターだって瓶、え待って、瓶とペ人間とペットボトルどっちが硬い、絶対人間の方が硬いじゃないですか、人間の方が硬い、絶対人間ですよ圧倒的に人間でしょ、人間の方が硬い、じゃあえ瓶と人間は、それで言うと別に人間の方は、いや瓶と人間は瓶じゃない、でも瓶ちょっとバーンってやったら割れますけど、人間バーンって、いやいや物質的に絶対瓶の硬い、だって瓶と人間だって人間より硬い、当たったらそうそう、瓶が一般的には人間が傷つくやん、まあね、これ人間ちょっと人間が悪いじゃないですか、人間とペットボトルが接触したら確かにペットボトルがへこむよね、うん、だから人間の硬いよね、だから間に人間がいるよね、バーンとか、だから間に人間、間に人間がいるね、でチョコさんは、あはい、じゃあ私はアルミビクトリックスとかの、あの天板のアルミ、ああこれ絶妙な天板、あ、はいはい、天板、これでもこれ、これ結構硬いよ、タニーさんのでも間ぐらいじゃないですか、そういや瓶より硬くね、あ俺分からへん、いや瓶より硬いやろ、いやそ硬いとは何ぞやって話じゃないですか、そう、もう割れるから柔らかいなのかって話になってくるんですよ、うん、まあ確かに、あいやでもビクトリックスのアルミ、あのビクトリックスの PV で車に引かれても大丈夫っていう PV、マジで、あでそう、車に引かれても大丈夫、車に、ただ瓶も大丈夫じゃん、瓶別に車で瓶割れる、瓶割れる、瓶割れない、割れない、割れないかな、あのビクトリックスバーンってやっても割れないですけど、瓶バーンやったら割れますよ、割れる、あじゃあチョコさん的には瓶より上に置いて、上から割れるって感じですか、なるほどなるほど、壊れない、じゃあダイヤの次ってこと、ダイヤより、いやよりは下、えでもさ、人間のビクトリックスのアルミでバーンってやるのと瓶でバーンってやるのだったらビクトリックスが痛い、ね、痛くね、まあ、それはでも重量とかの話じゃないですか、まあ、ビクトリックスは 2,3 キロあるじゃないですか、ビクトリックスの形の瓶だったらちょっと話す、3キロある瓶でバーンってやったら多分人間割れます、その形のみたいな、そういう想定なの、その瓶というものとそのアルミというそのものとして考えるじゃないですか、やつが割れるで考えるの微妙で、多分別にダイヤモンドも瓶でバーンやったら割れますよ、うん、そうだね、ダイヤも別に、あちょっと待って、ダイヤモンドちょっと分かった、俺も瓶じゃないダイヤを一番上は別に、ダイヤ一番上はそこはもう固定だから、うん、ダイヤは別にいいんじゃない、俺違う気がしてきた、えダイヤとガムはもう決まりや、うん、俺はもう最上級、うん、最上級、最上級より硬さがないけど、うん、そういうことじゃないから、じゃあ一回待って、確定してんのはまずダイヤとガムが確定ね、はい、上と下、うん、ガムの次はペットボトル、まあ、ペットボトルでしょう、うんうん、でその次が人間、俺多分チョコさんより高いと思うんだよな、やね、まあ人間ですよね、じゃあとアルミと瓶がどっちが高いか、うん、そうやね、ここ大事よ、えチョコさん結構数字の大きさ自信あります、いや自信そんなにない、あそんなないですよね、多分俺の方でかいんですよね、じゃあ瓶にしてみる、マジ大丈夫、本当に、いや俺の方大きいと思うけどな、まあ、一応多数決取ろうか、じゃあ私のやつをビクトリックスじゃないアルミにするのかな、ビクトリックスじゃないアルミ、固めの瓶だったのが分からへんねんな、まあ配置そうや、ね、イメージできへんねんな正直、アルミ、まあ、天板よ、ね、アルミ削り出す天板、そ俺手元にないからさ、なんか絶妙な硬さの材質を言うアルミだから絶妙な数字なんじゃない、じゃあ瓶の硬さやな、うん、うん、まあ確かに瓶やな、俺の方が上だった、うん、固めの瓶、固めの瓶、しかも固めなんで、多分柔らかめのとか、柔らかめの瓶とりあえずじゃあ下から言っていく感じで、あまあこれ多分いいんじゃない、まあ、うん、いい感じ、そうやね、とりあえずじゃあ藤村、うん、一番下なのは藤村だと思います、お願いします、はい、僕の数字は10です、おお、これはまあ、お、正解か、正解ですね、正解、さすがに、オッケーオッケー、さすがにね、うん、で次大谷、じゃあペットボトルは25です、おお、あ意外と高いな、けど25って結構25意外といったな、なんか10いくつぐらいかなっていう、ちょっと待って、俺ちょっと待って、ハイタニさん大丈夫ですかこれ、てか人間何ちょっと待って、人間大丈夫、ま、
人間は58です。じゃあ、18? 58? あ、正解だ。え、当たってんの？正解だ。え、待って待って、怖いから。ちょちょちょ、待って、大丈夫。いや、でも当たってん。まあでもそうか。当たってる。で、次が、君らそんな上やったんや。じゃあ、58を。大丈夫変え。経てみたいなことはある。チョコさんやろ？え、違う、え、でもそれ、これここから変えてもさすがにあれなんだよ。どうなん？変えていいのこれ。全然、全然変えていいですよ。変えていいんじゃないですか。全然ありですよ。数字を見て。え、そのビクトリックスのアルミはその固めのビクトリックスのアルミですか。いやもうビクトリックスをの天板ちょっと薄くしました。あ、薄くした。た薄くしだったら多分俺の方が硬いです。固めなんでしょ。俺の瓶ジョニーは固めの瓶やから。そう、固めだからさすがに。固めだと思ったんですけど、ハイテンさんの数字を聞いて俺あんま硬くねえのかなってちょっと思い出して。いや、若干ですけど58人間がちょっとあれかもしれない。だからチョコさんの反応は微妙なんで、多分ちょうどいい、多分ギリギリのそこ攻めてると思うんですよ。いや、チョコでいいんじゃない？またチョコさんの聞きますね。いいのかな、いいのかな。じゃあ行きますよ。67です。おお。おお、正解。おお、あ、これどこ行きましたわ。え、じゃあ固めの瓶。はい。固めの瓶は69です。おお、いいね。やっぱり、いや数字が近いとやっぱ面白くなる。キーワード。攻めましたね。ギリギリじゃん。むず。あ、でもかなり1問目良かったね。いや、これかなり、うちら素質あるんちゃう？めちゃみももさんは。ダイヤモンドは？僕、100です。ああ、一番上。これね、100は100でやることがあんまない。確かに、つまんなさそう。わかりやすい。まあ、指標っていうか。そうやね。一番上いくしかない。まあ、結構、いや、でも面白かったわ。クリア。クリアだね。一番上クリア。クリア。いけるじゃん。やっぱチーム感忍びはね、チームかなり面白いね、これ。いや、いけてます、いけてます。じゃあ2問目いきます。じゃあ2問目ですか。嬉しいこと。嬉しいこと。嬉しいこと。嬉しい。むずいね。これだいぶなんかそのみんなとの感覚違いそうです。価値観が。これは自分がじゃないからね。自分がじゃなくてみんなにとって嬉しい。一般的にっていうところを一応目指して。自分の100じゃなくて、この6人にとって。他の人が思うであろう。これはもう単純にさっきの物質とは全然違うから、かなりむずいよね。気持ちの部分。感覚ですもんね。感覚の部分。そうやね。じゃあ、嬉しいこと、スタートです。じゃあ思いついた方から。うん。いっぱいありますからね、やっぱり世の中、嬉しいこと。あ、じゃあまず俺いいですか。悩みがすべて解決して、目の前に10億円降ってくる。ああ、それはもう。これ多分普通に最高だ。これ多分いいと思います、これで。相当じゃん。まあ、相当嬉しい。まあ、これ以上のことはないよね。多分。なさそう。基本的に言ったら100億円ぐらい降ってきてるかもしれない。10億降ってきたら、でもその後の人生不幸になりそうですけどね。まあ、よく言うよ。深いな。ああ、確かに。宝くじ当たった後の人の人生みたいな。その後みたいな。3億円ぐらいにしときます。いや、そのしかも、え、なんだっけ、10億円の前すべての悩みが解決、悩みがすべて解決するっていうのもまたなんかある意味不幸になりそうな。本当ではあるよね。そんな深読みするゲームですか、これ。考えすぎ。まあ、その直そのジャストタイミングでの話ね。降ってきた時、その瞬間の気持ちよね。瞬間、だからそれは相当嬉しいよね。なるほど。とりあえず出します。そう、全然変えていいから。うわー、いやー、軽めに。スーパーに行ったらほうれん草が10円で売っていた。うわー、嬉しいなー。それは嬉しい。かなり嬉しい。とりあえずこれで。いいね。嬉しいですね。嬉しいよ。かなり嬉しいね。ほうれん草ってのはいいね。でもほうれん草なんですよね。うん。いや、嬉しいやろ。嬉しいよ。卵10円とかじゃなくて、卵10円じゃなくてほうれん草。卵10円って逆に怖くて。卵じゃないですね。卵じゃないですね。ほうれん草。いや、いいぐらい。ちょ、俺いいっすか？じゃあ、ちょっと指標になる可能性は。おこちら、宝くじで3万円当たる。3万円か。結構嬉しさはあるよね。嬉しいね。まあまあ嬉しいよね。当たると思ったんですもんね、やっぱ。3万円か。3万円。なるほど。みんななんかお金のこと書いてるけど。確かに。忍びすんな。全員お金の。かなり嬉しい部類よね。そうですね。俺も一応出ました。ありますか。いいっすか。はい。キーボードのエンターキーを押したらいい音がした。
これはだいぶこれはそのいい音がしたっていうのは普段はしてないのに、まあ普段別にそんなしないけど、まあ今日押したらなんかいい音した、まあそのタタタタイピングしてまあタンとした時にちょっと普段より気持ちがいい音がした、うん、そんなことに嬉しさを感じることがないからな、でちょっと嬉しい、そういうことですよね、ちょっと、あ、まあ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 、ちょ、ちょっと嬉しいね、ちょっと嬉しい、でちょっとよね、そう、まあ、まあ、それはもうちょっとやね、うん、じゃあちょっと僕がはい、ここですね、ジョンがウーバーイースを自分で取りに行った、ああ、これ結構嬉しいよね、これはそうやね。いやジョン、その大谷が普段どんぐらい困ってるのかわかんないかな、まあ確かにね、でも取りに行かないやろ、そこはそう全く取りに行かないんですよ、全く自分でウーバーイーツ頼んで取りに行かないよね、まあまあ嬉しい、たまにこう取りに行ったらやっぱ、まあ、それで嬉しいって感じたらやばいけどねそもそもあの期待されてなさがすごいそうね、あじゃあ私、はい、これで、はい、CPT カッコプロツアーがねまだ海外みんな回ってる時の、はい、うん、アメリカ予選で優勝、予選これプレミアです、これはすごいね、めちゃくちゃ嬉しいね、でも CC、うん、本戦ではないよ ね、 あ、 あ、本戦じゃない、本戦けどまあ予選で優勝、で優勝プレミアかな、でみんな出た、ちょっと待って、これが一番これ下で、あ、まあまあまあ、いやまあそうね、多分で次は大谷がやっぱむずい気がするな、いや大谷そんな、いや大谷まあまあ嬉しいやろ、いやこれまあまあ嬉しいですね、いや嬉しいのそれ、うん、まあまあ、え待って、ももちさんは何、3万円、いやももちさんの俺したいと思うよな、え、うん、俺これ3万円嬉しいよ、宝くじで3万円当たるより俺はジョンがウーバーイーツを取りに行った方が嬉しいと思う、マジえそんな感じせえへん、ももちさんにとっての宝くじの金銭感覚、いやももち、いやいや金銭感覚によりますよね、金銭感覚、だそういうもろもろ含めるとジョンがウーバーイーツを取りに行った方が嬉しい、俺の金銭感覚じゃないから、あみんなの、みんなのもちろんそのみんな、いやみんなってくじな買わないから、いやそうみんなって言われてもな、いや俺も宝くじ買わないから、いや宝くじってさ元々投資してるもんじゃん、うん、3万円って元取れてんのかなと思っちゃう、30万円30万円めっちゃ嬉しいやん、30万円じゃあ、まあ、それやったらジョンなんかな、次はまあジョンっぽいですよね、まあジョニーが一番上やろ、まあ俺一番上は多分間違いないと思います、さすがに、いやだから次チョコさんでしょ、4人やろ、いやでも次チョコ、ああそうかな、藤村さんじゃないですか、え、いやちょちょ待って、藤村さん、お前 CPT 予選優勝するよ、お前ほうれん草食べてるけど嬉しい、え、いやいや下からっすよね、下から、あ、下からね、下からね、あ、下からだと、下からってこと、あ、すいません、びっくりした、いや、ほうれん草とジョンと宝くじは怪しい、どれ、いやいやいや、ほう、さ、さすがにほうれん草よりは30万の方が嬉しいでしょ、でもサプライズ感があるけどね、ほうれん草、いやいや30万だいぶサプライズ感ありますまあでもほうれん草10円はそのほうれん草10円はあれですよね、全く知らない状態でたまたま行ったら、うん、そういった時の嬉しさ、サプライズ感、そのだいぶ気持ちの部分で言うとね、宝くじはまあその買った時点で、そうそうそう、予想できてたら当たるかもしれないっていうのがあるじゃないですか、まあでもほうれん草だから宝くじ30万円当たるよりも30万円降ってくる方が嬉しくないですか、まあでもほうれん草で多分問題は、うん、ジョンのやつやねや、まあそうやね、うん、ここよりジョンをどこに入れるか、そうそうやねやん、だからまずはじゃあほうれん草にしとこう、一回ここしといて、うん、で、まあ、ジョンよりは下っぽいよね、ももち大谷のどっちが上かを決めるのが多分一番大事やね、うん、うん、まあももちさんは自分が上やと思ってるっぽいよね多分、だからそう、いや、うん、どうなんだろうね、どいや大谷的にそれだから大谷の上だと価値観が、うん、いやでもお金より、 え待って待って、あ、お金、そうかそうか、人の人のこう動かすっていうの、他の気持ちの部分ね、それが宝くじより嬉しいってなったら、うん、ジョンどんだけだよって話だな、うん、いやでもまあそれはもうそういう、ジョンがやばすぎるか大谷の価値観がおかしいからどれだけいかな気がするけどな、いやでも俺は大谷が上でもおかしくないと思って、いや俺もそう、それは思う、いやもうここ多数決でもいいかもしれないな、ほんまか、まあとりあえずハイタに一番、まあまあまあこれはもう多分じゃあそう思ってるから、うん、え、もうじゃあ答えをさせちゃう、うん、じゃあハイタニが一番下、これ、ね、いや、いきますよ、うん、これは1です、あ、おー、はい、さすがに、まあさすがに、はい、出るんだな、じゃあ次が、次はまあ藤村でしょう、藤村、うん、え、ちょっと待って、不安になってきた、いやこれ分からんけどな、もうこっからちょっと分からん、だってももしさんが30万円ですよ、いやでもまあで藤村さんは実質多分90円ぐらいしか得しないんですよ、まあそうそうそう、うん、30万あったら相当ほうれん草買いますからね、うん、そうそうそう、買い放題、さすがに藤川さんの気しますけど、桃地さんに勝つことはないんだけど大谷がちょっと怖いなと思って、いや大谷結構上に設定されると思うから、
あ、ちょっと待って、いやいや、大谷の価値観ずれてるって考えたら、いや、ちょっと待って、俺も、ちょっと待って、みんな、俺、もともと3万だからね、ちなみに。いや、そんなん言い出したら、ややこしくなるだけや。いろいろなんか、みんなが高そうだなって思ってあげただけで。いや、でも、いや、さすがに大丈夫。そこまでいかない。大丈夫。これでもし大谷が下だったら、大谷が悪いっすよ。まあ、そうやな、そうやな。ここは藤村でいこう。はい。はい。じゃあ、僕の数字は29です。ああ、まあまあ。あ、おお、さすがにな。で、次やな。次やな。じゃあ、ももちさんやと思う人は。俺、ももちさんだと。俺も自分だと思う。大谷君の。いや、みんな大谷を信頼すぎです。いや、普通に考えたら大谷だと思うよ、次。いや、俺もそう思うんですけど。普通に考えたらね。でも、やっぱ大谷とジョンはちょっと信頼そうやね。だから大谷が多分、ジョンが取り行くことに相当な喜びを。あ、ごめん、モーチさんは下。あ、俺も、あの、モーチさんは下やと思う。俺も、モーチさん。そうね。うん。って考えると、俺じゃない、次。でも今これ 3-3 ってこと。え、大谷自身はどう思う？いや、僕はちょっと普通ぐらいかなと思いますけどね。普通って何やろ？何の話をしてんの？僕はちょっと普通。ももよりそうそうそう上がある。だから大谷はジョンがウーバーイーツ取ってくれるのと30万当たるんだったらどっちが嬉しい？僕は30万の方が嬉しいですね。さっきなんか人がどうとか言ってたの。そうそうそう。なんで言ってるじゃないみたいな。え、じゃあいや、いや、俺じゃ参考にならんな。俺じゃね。俺もモーさんだと思います。うん、俺でいいじゃね。まあまあまあ、まあ。なお。まあ、いってみますか。じゃあ、僕の数字は50です。おお。おお。これは。え、あれ、ブーブーきた。え、待って待って、じゃあ大谷いくつよ、これ。僕は36です。え、じゃあ最初めちゃめちゃ上みたいな。そうそうだ、かなり相当な感動を覚えるみたいな感じだったよね。ごめんなさい。もうちょっとそうだな。あの、なんか結局60ぐらいあるんかなっていう。え、だって感じにはなってたよね。しかもその時3万円の時でしたよね。そう、3万円で俺で50。なるほど。むずいな。元木要注意やな、これは。元木の、ちょっと怖いね、これは。価値観のあれが。だから変にあれじゃない？身内のあれじゃない方が良かったのかもね。ああ、みんながね、分かる。そうそうそう。確かに、ジョンの評価が俺らに分かんないと確かにあるかもね。ジョンの要素も入ってきてたから。だから俺らがジョンはもっとやばいやつだと思ってしまってた。そうね、結果なんだ。ジョンを。大谷が思ってる以上に俺らにとってのジョンがやばいやつだと思ってた。そうやね。まあそういうことやな。だからジョンだけ損した感じ。ジョンがだいぶ損した。二十分損した。宝くじ30万当たるよりも、ウーバーイーツ取る方が嬉しいってことでしょ？俺らが思っちゃったってことよね。人が当たり前にする行動をジョンがやったら宝くじ30万当たるより嬉しいってことでしょ。意味わかんないもんね。ちょっと勘ぐりすぎたな。え、そうやね。ちょっと深読みすぎたね、今回は。じゃあ最後答え合わせ。まあまあ大体女性は70でした。はいはいはい。これ96っすね。まあどっちも多分合ってますよね、これは。あ、なるほどなるほど。まあ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 、まあこの辺は合ってましたね。なるほど。なるほど。まあでも大体。まあそうね。大体いけてる。まあ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 。いい感じです。もうちょっと大谷の。いやー、やっぱあの、全部あった方が気持ちいいね。そうやね、なんかこう、もやっとした。もやっとするね、今の。合わせていこう。じゃあ、続いてのお題です。はい。